今日は猫柳の挿し木をします。春の訪れを告げる花はですね、たくさんありますけれど、この猫柳もですね、その中の一つですね。川の淵などにですね、よく自生しているのが見れるかと思います。湿り気があってですね、日のよく当たるところであればですね、どこでも育つ木です。寒さやですね、暑さにも非常に強くて、非常にいい生命力のある木ですね。ここにあるこの枝のですね、猫柳、色がピンク色してますね。よく見かけるのはですね、白い猫柳ですよね。それとはちょっと品種が違うんですよね。これは色の通りですね、ピンク猫柳と言います。よく見かけるですね、白い花の猫柳はですね、銀猫という品種なんですよね。その他にもですね、ゴールデン猫柳とか黒猫柳とか、いろんな種類がありますけれど、今日はですね、このピンク猫柳を使ってですね、挿し木をしたいと思います。準備するものは、猫柳の枝ですね。はい、これは1本ですね、だいたい60センチぐらいあります。これでですね、3つか4つの挿し木用の枝が取れると思います。これがですね、2本あります。そして、カッターと割り箸、それと挿し木をする時にはですね、使います。発根促進剤ですね、ルートというものです。はい、そして、鉢ですね。これはですね、挿し木をする数によってですね、大きさを変えていただければと思います。そして、鹿沼土ですね、挿し木用の用土、鹿沼土になります。私はだいたい挿し木をするときはですね、この鹿沼土をよく使います。はい、そして、水揚げ用のですね、瓶に水を入れたものですね。それと、小さなコンテナですね。これがあると便利です。それでは挿し木用の枝を作りたいと思います。まずですね、長さをですね、等分に切っていきたいと思います。だいたいですね、だいたいこれくらいですかね。この枝は落としましょう。はい、これも落として、これも落としますか。はい、次ですね、これもですね。これも挿し木ですね、ちょっとしてみようと思います。はい、全部で8本の挿し木用の枝が取れました。次にですね、用土に挿す部分をですね、斜めにカットしていきたいと思います。水を吸い上げやすいようにですね、斜めにカットして表面積をですね、広くしてやりたいと思います。
それではですね、枝を斜めにカットしていきたいと思います。はい、これ上下間違わないようにですね、芽が上向いている方が上になりますので、こちらの方ですね、この下の方を斜めにカットしていきます。用土に差し込む方をですね、斜めにカットしました。はい、この枝をですね、そうですね、約1時間ほど、こちらの瓶の中にですね、入れて水揚げをしたいと思います。全部入りましたので、このままですね、約1時間ほど置いておきたいと思います。枝を水につけて、約1時間ほど経ちましたので、ここでですね、用土に挿していきたいと思います。それではまず最初にですね、鉢に鹿沼土を入れます。はい、土が入りましたので、ここでですね、一度水をですね、入れておきたいと思います。はい、次にですね、ここに刺す場所にですね、この割り箸で穴を開けていきたいと思います。今回はですね、この鉢に5本植えます。5箇所に穴を開けていきます。そして、この発根促進剤ですね、このルートンに、刺す方ですね、刺す方の方に切った口にですね、これをつけて、で刺していきます。Thank you.
これで、用土に差し終えました、そしてですね、ここに、残った3本ですね、これはこのままにしておきたいと思います。このままでもですね、根が出てきますので、これはですねこのままにして、根を出したいと思います。最後にですねもう一度水をしっかり与えます。はい、これでですね、約1ヶ月ほどでですね、根が出てくると思います。今日はこちらの用土に5本の挿し木をしました。そして、こちらにはですねこの瓶には3本入っています。しっかりですね根が出てくれればと思っています。